There Will Be Blood は、2007年のアメリカ映画。第80回アカデミー賞では、作品賞を含む8部門にノミネートされ、主演団優勝と撮影賞を受賞。アメリカ合衆国では、パラマウントピクチャーズの配給により2007年12月26日に、公開。日本では、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ・ジャパンの、 配給により2008年4月26日に公開。舞台は20世紀初頭のアメリカ西部。山市のダニエル・プレーンビューは幼い息子の HW を伴って油田を探していた。ある時彼はサンデー牧場に石油が出る兆候があるという情報をサンデー家の青年ポールから得る。サンデー牧場を訪れたダニエルは課長で ポールの父であるエーベルとポールの双子の兄以来と交渉し、貧しいサンデー家から採掘権を買い取った。ダニエルは仲間を呼び寄せて、採掘を開始。数日後、アブラミアクは掘り当てられたが、その途端に爆発炎上事故が発生し、採掘を見物していた HW は吹き飛ばされて、聴力を失う。HW は、精神的混乱から、 ダニエルの家に火を放ち、ついに HW との生活を諦めたダニエルは、彼をサンフランシスコの寄宿舎学校に追いやってしまう。石油パイプラインを通すために、バンディケの土地が必要だったダニエルは、イーライが主催する教会で洗礼を受ける見返りに、リース契約を結ぶことをバンディから持ちかけられ、それを飲む。イーライはダニエルを洗礼する際に、 自分は息子を見捨てた罪人だ、と信者の前で、ダニエルに認めさせる。やがて手話を学んで帰ってきた、HW とダニエルは和解し、い,い以来は宣教のため、町を離れる。十数年後、成長した、HW は幼馴染みであるサンデー家の娘、メアリーと結婚する。 授業で大成功を収め、大きな屋敷で一人寂しく酒に溺れる生活を送っていたダニエルに、HW は妻と共にメキシコに移り、起業したいと申し出た。激怒したダニエルは、お前は孤児だから、自分とは血が繋がっていない、と彼を感動してしまう。しばらく後、今度はダニエルの元に、いい依頼が突如現れ。 バンディケの土地での石油採掘に出資するようダニエルは同意するが、自分は、インチキ予言者で、神は名神だ、とイーライが宣言することを条件に出す。イーライが、ひとしきりそう語った後で、ダニエルは、バンディケの土地にはもはや石油が残っていないことを明かす。イーライは、自分が、経済的に困窮していることを明かすが、ダニエルは、 ボーリングのピンでいい依頼を撲殺する。騒ぎを聞きつけてやってきた執事にダニエルは終わったと伝える。カッコ内は日本語を吹き替え。ありがとうございます。